ポータルセンターというこの町内の中心部にある施設にですね、行って実際に電気人の方々と対話するという時間を持ちたいと思っています。チリ地震起き津波から30年の時に、インスタントが有効な証として設置されたんですね。もともと南三陸町人口1万7000人の小さな町でした。これが震災から2年経ってどのような状況になっているか。きっかけバス47というのも来年再来年と続けていく可能性のあるそんなツアーというふうに聞いています。Thank you.